マリアンヌさん、コロナで影響を受けましたか？ああ、コロナで影響を受けました。演奏のお仕事はほぼなくなりましたし、私も、4月に2つ、それから7月に1つ本番を、自分で計画というか企画してたんですけれども、それも、まあ、3本全部中止になってしまったので、そうですね、かなり音楽の音楽家は影響を受けているかなと思います。もう今も9月ぐらいまでは演奏はとりあえずないですし、それから9月以降演奏のお仕事一応来てはいるんですけども、今もそれがどうなるかまた分からなくなってきたような状況なので、コロナの影響はかなり受けている方かなと思いますね。解決策として、どう、オンラインということでしたが。そうですね。もともと私、まあ、演奏の仕事、レコーディングのを、スタジオにしに行ったりだとか、あとアーティストさんのバックの、まあ、お仕事っていうのをやってきていながら、まあ、自分の曲を作曲するようになって、作曲や作編曲のお仕事もすごく興味が、もともとあって、まあ、いずれそっちの方を増やしていきたいなっていう希望がもともとあったので、まあ、ある意味機会だなと思いまして、5月くらいに自分の、作業部屋というか、まあ、今それがここなんですけれども、作業場を構えました。それで、そういうここでレコーディングをしたりとか、曲を作って曲を編曲してっていうようなことを最近はやるように、やるようにというかお仕事としてもそういうのを受けるようにしていて、まあ、幸いちょこちょこそういうお仕事のお話してもらっているので、それはすごく私にとってはすごく助かっているんですけれども、まあ、今後もどっちかというと早くコロナが終わって元に戻ってまた演奏にっていうふうなことも、ま、もちろん呼ばれたら行きたいですし、ですけど私の方針としてはそうだですね、作ったりここでレコーディングしたりっていうようなそういうスタンスで仕事をしていけたらいいなっていうふうに最近は考えています。なるほあど。と、はい、あと本番もそうですけど、もちろん本番というか外での演奏ができるようになったらすぐに企画をして体感していただくということもすごく大切なことだと思っているので、企画していきたいと思っているんですけれども、まあ、今できることとしてさっき言っていたようなオンラインでのライブ配信っていうのも、まあ、一つの解決策かなというふうに思っています。ありがとうございます。いいですはい。ね。どういう環境になっても自分は新しい自分を見つけていけるっていうか。そうですね。そういう意味では本当にちっちゃい頃の経験が全ていい方向に向かっていると思いますね。そうですはい。ね。では、可能性として考えられる今後についはい。て、バイオリンとかこうアートの世界についてたんですけれども。はい、ですね、まあ、お仕事に関しては演奏の仕事も状況を見ながら、それはもう流れに任せて流れていこうっていう感じなんですけども、在宅でできる作曲編曲、まあ、レコーディングに関しては、まあ、積極的に 増やしていくっていうことと、あとはそうですね、最近そのオーケストラのアレンジをするっていうこと機会もあって、バイオリンの演奏っていうところを、まあ、やってきていて、その作曲編曲はまああまり勉強してこなかったんですけれど、バイオリンを演奏しているとストリングスのアレンジをしてくださいってことは結構前からお願いされることもあったりして、でそういう、まあ、バイオリンの編曲っていうのはやっていたんですけども、
ここ近年になって、バイオリンの、例えばバイオリン、ビオラ、チェロ、オーケストラ、あのストリングス の, あのセクションのアレンジっていうのをだんだん頼まれるようになってきていたんですね。で、本当今年に入ってからなんですけども、今度はオーケストラのアレンジをしてほしいということで、金管楽器、木管楽器、打楽器、そういった楽器、ちょっと私ピアノが下手くそなのでピアノはちょっとできないんですけども、それ以外の、まあ、そういう楽器の本当にオーケストレーションというかをやってほしいというふうな機会をもらうこともあって、最近はそのオーケストラの編曲も学びながらですけど少しずつ、やっていますね。で、自分の個人活動はなんですけど、まあ、今でも全然決して若くないんですけど、ずっと続けられるものだと私は思っていますので、まあ、夢の世界を旅するっていうコンセプトをずっと続けていって、どこにたどり着くか私もわからない状況ですけれども、どこにたどり着くんだろうなっていうのを楽しみに活動を続けていけたらなっていうふうに、思ってます。あ、いいですね。なんか楽しみですね、はい、では最後なんですけれども、はい、もし他のすべてのアートの中からコラボで作れる新しいアートの可能性を教えてください。そうですね、これ考えてみたんですけども、新しいかどうかちょっとわからないんですけど、5年前ちょうど私がこの活動を始めた頃に出会って結婚した旦那さんがいるんですけれど、その主人と、一緒に何か作ろうかなっていうのをずっと考えていて、主人はCG を作るアーティスト、 CG クリエイターというか、映像と一括りで言ってもいろいろあって実写はとっても苦手なんですけど、 CG を作るって、 CG の映像っていうのはすごく得意にしていて、で旦那さんの好きなものが近未来の世界とか、もともとロボットが好きで、そういったちょっと近未来を感じさせるような世界観の、まあ、言ってみたらデジタル、まあ、先端技術みたいなものと、私は古いものが好きで、まあ、アンティークなものも好きだし、中世のヨーロッパとか、あとはケルトの文化も好きだったりするので、まあ、そういう世界との融合をつながらないようで実はきっとつながると私は信じていて、その世界をまとめて何か、発信というかアートを作ってみたいなというふうに思っています。まだ作品にするってところまで至っていなくって、もう写真を撮ったりどういう世界観というものを見せるためにお互いのこう写真を撮って、それをこう映像と音楽で一つの作品にするっていうのが目標ではあるんですけど、まだそれが実現していなくて、そのロボットを作るのもすごく CG で作るの大変みたいで時間がものすごくかかるんですけども、それをまずはなんとかやってみたいなというふうに思っていますし、またこれからそのいろいろなアート活動をされている方と出会って、また何かが生まれる可能性も秘めていると思うので、そういうところもこうなんだろう、心を柔らかくというかやっていきたいなというふうに思っていますけども。あ、そうなんですね、はい、じゃあとにかく楽しみにしたいです。でもう一つ、ありがとうございます。何か、はい、最後にマリアンヌさんから何か一言。私は、まあ、常に自分の自分がすごいっていうのもあまり思えなくて、どっちかというとダメなところを探してそれをちょっとでも良くしたくてもがいているっていうような感じなんですけれども、それでもまあ性格的にもなところもあって、なんかそれをこう糧に頑張っていこうというふうにしていて、全然器用ではないんですけれども、
なんだろうな、自分のことも、器用じゃないけど信じつつ、少しでもこう向上して成長していくっていうことで、先が開けていくと思うので、まあ、世の中が先が見えない状況ですけれど、その中で何かこう自分が行きたいところっていうか目標を見たい景色というか、そういうのを常に想像していくことで乗り越えていけるんじゃないかなというふうに思っているので、こんなに不器用な私でも頑張っていられるので、皆さん頑張って、いけると私は信じています。なんかね、その、うん、全然その器用ではなくて、もっとバイオリン上手な人もたくさんいるし、器用に演奏されたりとか、素敵なバイオリニストさんもたくさんいるんですけど、私にできることっていうのを追求した結果っていう感じなので、まあ、これこういう感じ、今私がやってることは私にしかできないって、まあ信じて、うん、まあ、それを信じて頑張っているっていう感じです。いや、本当にでもアーティストですよね。ありがとうございます、うん、いや、すごいすごくアートの話が伺えてよかった、嬉しいです。あ、楽しかったです。私も楽しかった、本当に、はい、貴重なお話をありがとうございました。マリアンヌさんでした。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。